染色体の構造染色分体セントロメア単腕長腕遺伝子座とは遺伝学において特定の遺伝子または遺伝子マーカーが存在する染色体上の特定の固定位置である各染色体は多くの遺伝子を持ちそれぞれの遺伝子は異なる位置または遺伝子座を占めている人の場合23本の染色体からなる完全な一倍体セットに含まれる タンパク質高度遺伝子の総数は1万9九千から2万個と推定される。また、遺伝子に該当しないような塩基配列、遺伝子マーカーの位置は在という。遺伝子には対立遺伝子と呼ばれる複数の変異体が存在している場合があり、対立遺伝子は特定の遺伝子座に存在するとも言われている。二倍体や多倍体の細胞で染色体の特定の遺伝子座に、 同じ対立遺伝子を持つものを、その遺伝子座に関して、ホモ接合体と呼び、一方、異なる対立遺伝子を持つものを、ヘテロ接合体と呼ぶ。特定のゲノムについて知られている、遺伝子座の順番付き一覧を遺伝子地図と呼ぶ。遺伝子マッピングとは、特定の表現型、または、生物学的形質の生成に関与する特定の遺伝子座を決定するプロセスである。 細胞遺伝学的バンドの命名法染色体の単腕を P 腕、長腕を Q 腕と呼ぶ。例えば、典型的な遺伝子の染色体座は 3P22.1 と書くことができる。ここで、従って上の例の遺伝子座全体は 3P22.1 と読める。細胞遺伝学的バンドとは、活発に転写された DNA、または、 パッケージ化された DNA を多く含む染色体の領域である。それらは染色すると異なる色に見える。それらはセントロメアからテロメアに向かって数えられる。細胞遺伝学的バンドの例を示す。NF2 遺伝子の位置が示された22番染色体。遺伝子座の範囲も同様の方法で指定する。例えば、OCA1 遺伝子の遺伝子座は、 1191.492.1と表記される。これは11番染色体の長腕で、リージョン1のサブバンド4からリージョン2のサブバンド1までの範囲のどこかにあることを意味する。染色体の末端は、プターとプターというラベルが付けられているので、ニクターは2番染色体の長腕の末端を指す。ウッド EJ ザエンサイクロペディアオブモレキュラーバイオロジー バイオケミカルエデュケーション23-1165ドイ10.1016-0307から4億4129万659から2イスカーディア、アイクス、ジュアン、デビット、ロドリゲス、ホゼ・マニュエル・フランキッシュ、アダン、ディーコンズ、マーク・ハロ、ジェニファー、バスケス、ヤス・バレンシア、アルフォンソ・エトール、マルティプル・エビデンス・ストランズ、 Suggest that there may be as few as 19,000.Human Protein コーディングジーンズ .Human Molecular Genetics 23.5866 5878土井10.1093 HMG 309衣春1460から2083 PMC 420万4768、プミド2493万9910、https コロンスラッシュスラッシュ w w w n c b i n l m n i h g o v スラッシュ pmc スラッシュ articles スラッシュ p m c 4 2 0 4 7 6 8スラッシュ mcdictionary of geneticsen ナショナルキャンサーインスティチュート、2014年12月13日、閲覧。NCB ジェネティクスレビュー、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーション、2021年3月10日、閲覧。ありがとうございます。